山路藍山大正6年3月15日は、日本の明治から大正初期に活躍した評論家、歴史家。本名はいよいよ吉。藍山は、その方である。はじめ、助産とこうしたが、静岡の足高山に由来する藍山の名は、明治20年頃から用いられた。幕臣、山路一郎の子として、江戸浅草の天文屋敷に生まれた。山地家は、 幕府の天文方を代々歴任した。最後の天文方の一人、山路明恒は祖父にあたる。愛山の母である奥留種都市の娘、慶子は明恒の十枚にあたった。慶応三年に母が病死する。翌年、一郎は幕府方として将棋隊に加わり、上野戦争に従軍する。さらに、函館に転戦し函館戦争に従軍する。 政府軍と戦うが、降伏し捕虜になる。釈放されて後、祖父母と共に、静岡に移った。母親戦争に敗れた失意の中で、一郎は、主壁が悪く、家庭を帰り見なかったため、愛山は幼くして自ら、家を支えなければならなかった。愛山は初め奥村誠について、感学を収め、静岡警察署の雇い入りとなりつつ、 学問を好みあぐむところを知らなかったという。カナダメソジスト教会監督、平岩信康、宣教師 D ・マクドナルドラに英語を学び、キリスト教に入信した。静岡教会に所属し、静岡バンドの一員になる。明治19年10月31日静岡教会で、平岩信康牧師より、高木水太郎らと共に洗礼を受ける。明治21年2月には、 国民の友が創刊される。国民の友に、有名な徳富祖宝の、アー国民の友生まれたり、が掲載された。愛山は、これを、越前福井の明日は三条に読み、山に登り山を下るの間ついに、山光水色の何たるを知るに及ばなかったと言い,い、大きな影響を受けたという。同年、上京して、東洋英和学校進学部に入り進学教育を、受ける。 卒業の後、静岡教会で伝道師として3年を働いた。この間初めて愛山の名で、女学雑誌に投書した。再び上京し、徳富祖峰の地具を終え、民有者に入り、国民新聞記者として、政治及び指論に筆を取った。主として、国民の友、国民新聞に筆を振るい、キリスト教メソジスト派の雑誌、五教の主筆であった。 明治23年東洋英和学校進学部を卒業。柳田によらと共に、慶応義塾大学部文学科士学科教授に就任。後の三田文学創刊にも携わる。明治24年キリスト教メソジスト派の雑誌、五教の最初の主筆となる。明治26年には民有者より、お牛空よ。翌27年には、荒井白石を刊行。明治三十年に、 末松県庁が主催する、もう年への、傍聴回転紙編集所に入り、その編集主任となった。この時、一緒になったのが、坂井俊彦で、以後親しい友人となった。明治31年4月9日、品の毎日新聞より主筆として招聘された。愛山は、新州人の合法な気質を心から愛し、 死の直前には、我らの新州に住みもしくは新州に来往したること、足掛け19年なりと実戒している。明治33年には、高山被告郎を、翌34年には、青年立新録、読紙論集を刊行。明治35年には、残業刊行。同年には、品の毎日新聞をやめて状況、1月より、雑誌、独立評論を創刊した。 総刊号には、内村肝臓への公開状とも言うべき、世はなぜに帝国主義の信者たるかが掲載された。これは内村が明治28年に発表していた、世はいかにしてキリスト信徒となりしかをもじった題であった。内村は、この愛山の公開状に対して、政教新法において独立評論第1号の書評を試みつつこの論文に言及し、 愛山を徳富祖峰と共に、君子表変の実例と決めつけた。内村は日清戦争については犠戦として評価していたが、その後の戦果について平和主義に傾き、日露戦争開戦前には非戦論を主張していた。明治37年2月、日露戦争勃発と同時に、日露戦争実る木を発刊し、草木海兵を論じ、愛国心の古部に努めた。 4月には戦争における青年君を刊行した。明治38年2月には講子論を出版。以降41年に至るまで中国思想史に関する論文が連続独立評論に掲載されている。明治38年8月には柴定吉、中村大八郎らと国家社会党を創立した。その宣言書には古代における 我国の皇室がある意味における社会主義の実行者であるととき、我が国民はよろしく皇室の力によりで、艦艇の戦争を抑制すべしと論じた。明治39年3月には、旧友の坂井彦が作った日本社会党と共同宣誓を張って、東京市内電車の電車賃地上反対運動を行ったが、国家社会党はこれだけで自然消滅したようである。 同年6月には、社会主義関係を発表したが発近となった。国体論と社会主義の野望として、北一期は痛烈な批判を加えている。明治40年、千名思想史、悲観文明移動論を発表。明治41年以降は、雑誌、太陽に人物月刊の筆を取り、また、国民雑誌の主筆として活動した。同年5月、 現代近畿誌発表。明治42年には、足利高氏、加藤清正、豊大公源頼朝、翌43年には、西郷隆盛など、英雄列伝を発表。明治43年10月に、武家時代史論、翌44年5月、勝海舟、同8月に、佐久間昭山を発表している。明治45年1月、 国民雑誌市場で、遺物史観をめぐって、山路と、坂井敏彦との間で論争があった。国民雑誌2月1日に、遺物的歴史館、坂井古仙君にあたうる、公開状を発表し、坂井が、事後に反批判を発表した。同年には、伊達騒動期、加賀騒動期のお家騒動総称を刊行。大正2年、ため論布、吉爪論、日本歴史家帝国は、 書斎独語、愛山次論を刊行。同年頃より未刊の日本人民史の著作の準備を始め、独立評論を再考し、その言論活動は晩年まで活発であった。大正3年には、偉人論、岩崎八太郎、現代不合論、同4年には徳川家康を刊行。同年、単独で一時帰国となるが、その後回復した。大正5年、 シナロン発表。同年秋にシナの日々新聞が発刊されると、これに主筆として多大の援助を与えた。大正6年3月15日、駅里のため死去。去年54歳だった。自世の一種、このシャバはとても去られぬよなれども、生まれぬ先の国へ行かなむ。同年5月には、世界の過去現在未来が刊行された。山地愛山の文学館は、 明治26年に北村東国との間に展開された論争に見られる。アイは国民の共に掲載した来場を論ずの中で文章すなわち事業なり、もし要益せずには空の空なるのみ。文章は事実なるがゆえに高島氏と論じたのに対し、東国は自身が主催する文学会に寄稿した人生に相渡るは何のいいぞの中でアイは 死論となくる鉄槌をもって激祭すべき目的を広めて、しきりに純文学の領地を襲わんとすと反発し、文学者が死論家のように事業を成すために文を作るのではないこと、勝利を市場目的にするわけではないことを弁護しようとしたのである。この愛山と東国の論争は、東国の評論から人生省渡る論争と呼ばれる。この論争は、 アイザンは文学と政治を同一視し、さらには個人と国家の目的を分けようとしないこと、思想とは行動を引き起こさなければ無益であると考えていることを示した。キリスト教に対するアイザンの態度もこの通りであり、世は正義と人情とを世界に食ゆる最後の手段はただ腕力に頼るの外なきを信ずるものなりと考えていた。アイザンの宗教上の模範は敵期を引いた。 クロムウェルである。平和にして無意な宗教ではなく、事業と行動を伴い思想を県で強要する宗教である。このようにして彼にとって帝国主義や社会主義は国民を一致団結させ国家に事業を起こさせる手段であり、マキャベリのように祖国のために個人の意思は吸収され国家そのものが崇拝の対象となる。内村鑑三と同様、 イギリスの思想家、トーマス・カーライルに影響を受けた。カーライルは1881年に没死したが、没後間もない明治20年代半ばには、民有者で平田久し、カーライルがマルゼンで石田洋一郎ほか分け、英雄数廃論が出版され、同書は詩人、土井万水役が春陽堂より明治31年に刊行している。実学として、 歴史を考えたアイザンには、イニシエはなお今のごとく、今はなおイニシエのごとく、人生は同じ法則によりて動き、国は同じ運命を循環して精熟するという信念があった。したがって、歴史上の偉人は模範としての個人であって、時代を最もよく表現し、ヘーゲルの絶対精神のような存在であった。アイザンの指論は、お牛空への生断を経て、 マキャベリのディスコルシのような正論とも比べられる。史実に関する白学、交渉より歴史人物のうちに制度する時代の本質への洞察を尊ぶ。時代への感情移入と正論家としての国家独立への志が得とみ祖方をして、もし君の立場を求めば、史論にごとくはなしと言わせた叙述となった。思想、政治はアイザーにとって 密着して離れざるものであり、歴史をそうした全体として考え、経済社会の背景にも特に関心を払っていた。明治四十二年、太陽に掲載された日本現代の史学及び史家の中で、歴史を経済の観点から見る新しい傾向に期待を寄せ、こののごとき、研究方法はすなわち新しき目を持って、過去を読むものにして、将来の史学はおそらくは、これの傾向によりて、 新時期を作るに至らんかと言っている。ありがとうございます。